11月某日、都内を走り抜けるシルバーの車を運転する男の横顔を捉えた。彼の名は大和武幸。一郎気取りの会社の先輩として活動している YouTuber だ。今回人生初の取り組みをするために11月最後の週末、車を南へと走らせていた。仕事、野球、YouTube とせわしなく走り抜けた1年と今年を振り返る。そんな彼のオフシーズンに迫った。狛江ボーイズグラウンド、ここである人たちと待ち合わせをしているという。東京新宿に事務所を構えるベースボールフューチャーの与田さんと徳尾さんだ。ベースボールフューチャーは野球専門の動作解析を主にマンツーマンレッスンやチーム指導を行っており、これまでにプロ野球選手も含めて200名以上の選手をサポートしてきている。今日はそんな彼らにラプソードを使った動作解析をしてもらうためここへやってきた。あまりコラボなどはせず、孤高の存在と形容する声が多く聞こえる彼だが、なぜ今回はベースボールフューチャーと手を組んだのか。まあそうですね、まあ測定という聞くとね、まあ、野球で測定というと、まあ、ピッチングと、まあ、打撃、この2種目が多いんですけど、まあ、ベースボールフューチャーさんに関しては、まあ、走力と柔軟性もやってくれるということで、まあ、この2つの要素っていうのはすごく大きいですよ。まあ、あとはその数字を出すだけじゃなくて、まあ、その数字をもとに、まあ、フィードバックをもらえる。これ大きいですよね。これ OK ですよ。で、まあ、そのフィードバックをもとにね、まあ、指導してほしければ、まあ、別料金になりますけど、まあ、指導をもらえるってことで、僕は好きですね。ベースボールフューチャー側は、なぜ一郎気取りの会社の先輩にオファーをしたのか。本件の発起人である、徳尾さんにも話を聞いた。まあ、昔から僕が、まあ、好きだったこともあって、で、まあ、ちょっと連絡も取らせていただいてたので、まあ、それで、まあ、そうですね、まあ、一度出てみたいなと思いまして、はい、お会いいたしました。濃いめの視聴者だった。雑談を終えた2人は早速測定へと移った。これ向こうの人たち、僕もその向こうの人たち多分。それでは柔軟性の説明からします。まず1つ目が開脚運動ですね。で、2つ目が胸郭のストレッチ、はい。で、3つ目がブリッジの姿勢をやっていただきます。で、最後が、屈伸運動ですね。この4つを、やっていただきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。ではまず開脚から始めていきたいと思います。はい、開脚まず、座っていただいて、はい、で足広げていただいて、はい、でまずつま先に手がつけば、新評価ですね。はい、OK です。はい、でその状態にまず肘をつけていただければ、B 評価、これでいい。はい、でその状態で胸を地面につけることができれば、はい、A 評価になります。はい、いいですね。つま先もしっかり、上を向ける状態をした状態で胸をつけましょう。そうです、そうです。これ A 評価です。あざっす。A です。できなさそうですよね、僕はね。はい、消しますね。まあ、体大きいからちょっと、なんか使い方が。まあ、でも、かなり素晴らしい。あざす。はい、トップクラスだと思います。あざす。はい、で次は、胸郭のストレッチをやっていきたいと思います。はい、胸郭。シングルの胸郭をやっていきたいと思います。まず、手ついていただいて、はい、四つん這いです。四つん這いで。はい、で手を、はい、体の正面。きれいな180度が取れれば B ですね。ちょっと足りてない。足りてないですね。そうですね。これだと、C 評価になりますね。ほんと尺されますね。ちょっと反応つけたいな。まあちょっと180度はいかないですね。いかないですね。はい。なので、胸郭の、チェックに関しては、C 評価。C 評価。ほんと尺されますね。尺されます、これは。はい。ブリッジ、いや人生でやったことないです。
そもそもね、右肘が曲がらないから、つかないっす。立たないと B になっちゃう。立たないっすね。あ、いっ無理っすね。肘がちょっとあれ。追いつかないっす。一応立てないと D で、立てて C。立てないと D。D で、立てて C です。で、綺麗なアーチができて D。うわぁD だそうです。もう一回いきます。いや、止めてきます。ありません。多分変わんないです。今でも開脚が全敗なんで。ちょっと柔軟性も。ちょっと上が終わってるね。で最後は屈伸の運動になります。でまず、このまま普通に座っていただいて、かかとをつけて深くしゃがめれば B 評価、C 評価。あ、かかとつけてしゃがめれば。しゃがめれば。これで立ち上がっていくんです。そうです。これ D 評価です。で、手を上げていただいて、その状態で座ることができれば、このスタンス、そうです、絶対。で、手が頭の後ろにある状態で座って、まず手が頭の後ろにいるかどうか、ここがキーポイントです。そうですね。その状態キープしたまま座ることができれば、お、いいですね。前行ってません？ギリギリ。後ろ手に行ってますけど。ちょっと前出ちゃいますね。出ちゃいます、ね。これだと D になっちゃう。B もう一回いきます。はい。あざっす。いやー、ほぼ追いかけましたね。すいません。いやー、首痛。首痛。ありがとうございます。はい。という感じで柔軟の4つ目かな。あ、わかりました。じゃあ、A、C、D。ユンケル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 でしょ。